今月19日、和歌山県内の高速道路を黒塗りの車列が軽快に走っていました。車に乗っていたのが歴代最長5年にわたり自民党の幹事長を務め、当選12回を数える二階俊博さんです。これまで進めてきた国土強靭化と高速道路整備の実績を訴えます。高速道路紀伊半島一周、もう皆さん今やこのことを疑う人はないでしょう。そこまで歩んでまいりました。それが政治だと思うんです。伊吹先生含め多くの方が引退される中、原動力ってどういうところにあるんでしょうか。政治に対して地元に対する責任感です。誰それってあなたは今名前言ってくれたけど、都会の議員と我々とはやっぱりね、質が違うんです。公示日のこの日、二階さんは選挙区を6カ所10時間かけて150キロを移動しました。二階さんたちを乗せた車が二階道路を走って新宮へと向かっていきます。山をいくつもくり抜いて作られた高速道路は、地元では二階道路とも呼ばれています。もう少しで紀伊半島一周高速道路ができます。二階先生の圧倒的な勝利を目指して頑張ろう、頑張ろう。まだまだ生涯現役で抜擢される年齢なんか関係ないよ。年齢若いやつでじいさんみたいな人おるだろうが、日々研鑽励んで、そうするとそれが若さの秘訣になるんだ。一方、みかん畑を走る一台の選挙カー、降りてきたのは共産党の畑野義弘さんです。野党統一候補として政権交代を訴えます。この総選挙で皆さんのその怒りを日本共産党へとお寄せいただきまして、ご一緒に政権交代を実現していこうではありませんか。畑野さんは広告写真を撮影する元フリーカメラマンで、この時の苦しい経験が政治の原点だといいます。名前だけはね、フリーってなんか自由な感じするんですけど、使い捨てのフリーみたいなところですよね。フリーで仕事やってる人も含めて、特にこのコロナ禍で大変な状況ですよね。そういうやっぱり状況を変えなきゃいけない。畑野さん、支援を広げるため選挙区の隅々まで走り回ります。驚いて港にいたのは漁師一人だけ。それでも熱く訴えます。今日は和歌山3区は本当に広い選挙区です。この選挙区内、この間ずっと駆け巡ってきました。その中で感じたことは、今の政治への大きな怒りが溜まっている。失礼いたします。そして山奥まで、聴衆はいませんが誰かが聞いていると信じて、高速道路ではなく庶民の暮らしを支える政策を訴えます。産区内、産区内に限らないんですけど、やっぱり第一次産業を中心にこう、もう本当に古から産業として成り立ってきた現実があるんですけど、それがどんどんともう衰退させられてって、この地元に若い人たちが残れないっていう現状があるんですね。そういう状況もやっぱり変えていく。このほか和歌山3区には諸派の本間奈々さん、無所属の根頃秀樹さんが立候補しています。